学歴っていうのは、まあ、まだ判断基準として強いから残ってくると思うし逆に言えば口では何とか言いながらもまあ高校の時にちょっと頑張って受験勉強をして A ランクの大学も行けない程度のやつだったらよっぽどすごい別の能力見せてよっていうふうに就活の現場では言い出してるんでですねあのまだしばらく残るんじゃないかなと思います。どれか一つのの仕事に就くっってていうのは、俺は俺危険だと思ってるんだ。と思るんか なんか一つのし仕事について就職するっていうのはみんな安定してるように思うんだけどもその仕事自体がなくなったらどうするのかその仕事というジャンルだよなそのなんだろうな司法書士というジャンル自体がなくなっちゃったらどうするのかとかさ教師というジャンル自体がなくなっちゃったらどうするのかと、みんななかなか,かんあんまりそれこまで考えないんだけども今はそういう時代に来てる3月で会社を辞め無職です 「<laughs> <laughs> これからの時代どの業界転職を目指せばいいでしょうか」「27歳元営業」って書いてるんですけどもこれねあの2020年に残る仕事残らない仕事は何でしょうっていうのもあったんだけども、えー、そこと似てますね「これからの時代どの業界転職を目指せばいいでしょう」っていうのでは一番最初に考えるのは真面目な話ね転職とかあと就職とかで考えるのはもし迷ったり悩んでたりしてるんだったら親や親戚に聞けっていう。 僕あの学生の就職問題とかも,もうずっとこの6年か7年ぐらい受けててその度ごとに何か言ってでそれが学生に届いたり届かなかったりで彼らがそれを受け入れて行動したりしなかったりしてるのを見てずっと思うんだけどもさやっぱりね自分,自分に合った職業とうと思な自分に合った職業か自分の才能を生かせる職業とかんだろう自分にぴったりの職業がどっかにあるっていうのは それはもうあのシンデレラ症候群とかピーターパン症候群と同じようなもんで幻想だと思うんだよね。それは仕事が無限にあって働き手が少なかった。時代は成立するんだけども、今は違うと思うんだよね。で、親に聞くのが嫌だっていうコメントが今流れたんだけども。まあ,あの親に聞くのが嫌な人は嫌な嫌でもいいよ。ただ、僕は基本的に仕事。を、 今何すればいいだろうっていうふうに本当にぼんやり悩んでるんだったらまず親兄弟親戚に聞いて自分をを働いて欲しいててしとと思っている人を探すことだよね。何が自分がしたいかじゃなくてどこが自分を必要としてくれてるのかっていう発想の方がはるかに楽だと思うあと次は近所だよね。今自分が住んでいる近所で働けっていうふうに僕は思うし学生に言ってるよね。 あの今自分が住んでるところの5 0 0ル圏内とか 1km 圏内程度で働いた方がいいと僕は思う。なんでかっていうと誰もね知らないところでネットで探した仕事でそこに電車に乗って通って働いてもその働いてることの働いてる自分の姿とかそういうふうなものを見せれる人が仕事の縁しかないじゃん。でででも住んでるるとところの500メートルとか1キロ圏内で働働働いいいたら自分が真面目にててれば働いてるほど その自分が住んでるところでの自己存在のアピールになると思うんだよね。俺評価経済というのはそういうことでもあると思ってるからよっぽどの才能とかよっぽどのコネとかよっぽどのスキルとかがあればそれは自分の生き方自分のやりたい仕事とかやるべき仕事を探すのことはできると思うんだけどもそうじゃなくて何か仕事辞めちゃったんだ転職考えてるんだとか何を仕事をすればいいんだろうって思ってる人はまずは俺は 遅延と欠延だとだ思うつまり友達知り合いを含めて親や兄弟前の仕事の先輩とかいうふうに人に聞くあの彼氏彼女ができない人っていうのは絶対にねあの彼氏彼女今いないんだけども誰か紹介してくれないって友達に聞けない人が多いんだよな、ね。で友達に聞くと自分に見合った人っていうのを誰かが探してくれるのが結構あるんだよ。 それと同じように仕事もねあの自分仕事探してるんだけどって言って本当言えば紹介してくれるようなコネクション作れればいいんだけどさでもそれをまあ今から作れないじゃん今これ聞いてだからドキッとしてる人も <laughs> いるんだけどもなのでそういう場合はもうね親戚とか親とかに聞くっていうのが第一でそれが駄目だと思うんだったらば 500m1km 圏内で探すのがいいと思うな。で 2020年に残る仕事残らない仕事の話になるんだけども残る仕事は機械ができないコンピューターとかロボットができない仕事だから実は牛丼屋の店員とかあと居酒屋の店員っていうのはねなかなかデジタル化できないいや注文とかそういうふうなやつはパッドとかでできるんだろうけどもそういう接客っていうのは俺ねまず向こう30年はロボット化っていうのはしんどいと思ってんだ。 だからそんなにもし悩むんだったら接客の方に行っちゃった方がいい今だったらまだギャラは高いからでも仕事が安くてきついうん安くてきついんでいいじゃん。なんんかあの安くててきついっっ思うんだったらば えー、自分の生活レベルを下げればいいと思うんだけどね俺自身自分の生活レベル下げてるもん変な話だけどももう何年も前からあこっから先はそのバブルの時代とかもそうだし20世紀もそうだったんだけども年収を誇って楽しい生活とか豊かな生活っていうのをするんじゃなくてどれぐらいこのミニマムに生きれるのかっていう方が面白くなるだろうなというふうに思ったからね接客ははスストレスでハゲるそれはね。 接客ののの仕事の中にまだ自分といううう持ち込も思からスストレでちゃうんだよでそうじゃなくて自分っていうのを,ううううっうのをさっき言った生活をミニマムにするのと同じように自己主張とか自分っていうととか自分の生きがいっていうのをいかにミニマムにするのかっていうのができればそんなに俺ストレスはないと思うよ。あのゼロとは言わないんだけども不必要な本来こんなこと言われるべきじゃないっていうふうなことはなくなってくると思う。で 逆に言えばそれでもストレスがあるんだったらば今接客って安くてストレスが多いことが有名だからもういくらでも求人があるじゃんだからちょっとでも嫌なことがあったらバンバンやめて別の接客に行っちゃえばいいと思うんだよ、まあ、そこら辺だと思うだからワタミに行くのも俺悪くないと思うしワタミで2日目に嫌なことがあったらもう2日目でやめちゃって別のところに行っちゃえばいいんじゃないかなというふうに思うな。えー、アイコニックジャパン GK さん女性30代 私はたまにタイミーやワクワクといった単発バイトサイトを除きますそれは興味ある仕事があればちょっとやってみたいからですでも残念に思うことが1つあります募集要項に髪色は黒髪のみと記載されている企業がありいまだに髪の色は気にしてんのかよだから人が集まらないんだよと思ってしまいますこの記載がなければもっと働いてくれる人の幅が広がるのにと岡田さんはこの髪色をいまだに気にする企業どう思いますか、まあ、これもあの たぶん今年の夏ぐらいから僕は「そんな企業はけしからんですよ」って言うようになると思うんですけども <laughs> 今日の配信はまだもう本音ですけど僕が想像するにですねそれは採用側のですね経験則なんですよ経験則っていうのはつまり採用する側が何百人何千人とこれまでバイトとかを採用して自分たちで得た経験上こうだという法則でですねそれは髪を染めてる人間は確率的に 仕事をですねサボる確率とかですねだから現にアイコニックジャパン GK さんも投稿の中でですね興味があればちょっとだけ働いてみたいというふうな姿勢じゃないですか。で髪の色がどうかというより個個人個人がどうかじゃないですかそういう、えー、黒髪の人間千人集めて次に髪を染めてる人間千人集めるとそれぞれの傾向としてこういうのがあるっていうのが もうあの、ね、企業の採用担当の人間バイト採用担当ぐらいだったらある程度確率的にも見えちゃうわけですね。で企業としてはそういうですね、えー、バイトを雇うとですね教育コストが高くつく割にです、ね、定着率が低いわけですよつまり割が悪いわけですねなのでバイトの条件を黒髪のみにしといたらですねあの募集かけても来る人数は減るかもわかんないんですけどもそれに対して堅実な、まあ、真面目なです、ね、人材を取れる人材を取れる 確率がちょっとだけでも上がると。で、そのちょっとだけでも上がることが企業としてはやたらありがたいということだと思います。多分、あの、僕はバイト採用者でもですね、あの、同じ発想をすると思いますよ。その方が安全ですもんね。もし髪染めた人をもうバイトを ok にしてどんどん入れていって、で、その結果バイトをよく休むとかそういうなのになると、今度は採用側の採用基準、どういうふうになってんだっていう責任問題になってくるから。 防衛的な発想をするからだと思います。だから、えー、その記載がなければもっと働いてくれる人の幅が広がるのにってアイコニックジャパンさんははは考えてるんですけども働いてくれる人の幅が広がるといいことと悪いことが両方あるといいことは数がいっぱい来る悪いことはん,なんか定着率が悪い人が来る確率がどんどん上がってくるということになるんでしょうね。F ランクのね 大学の話っていうやつで高橋さんってスタジオハードデラックスの高橋さんで高橋さんは F ランク校というのについて語ってます。F ランク校というのはま大学においていわゆる就職に特に有利でも何でもないような学校のことだよね。え <laughs> まあ,あの俺が知ってるような大学はだいたいほぼそういうところなんだけれどもあのあんまりね A B C D E F とかっていうのはね。 っね、F っていうのはいわゆるフリーサイズみたいなもんでさ誰でも行けるような大学ぐらいの大きい枠にとっときゃいいと思うよ東京でいうと東大だろう一つ橋だろうでお茶の水だろうで慶応と早稲田だろうでその下に何があるんだマーチかの大学があってその辺りまでがああ大学ですねであってさそっから下はまあ一応大学だよねであって。 もうそ僕にしてみればその辺ぐらいからあんまり学歴っていうのと関係ないと思うんだよね。あの就,職就活する時に一応大卒の資格が必要ですっていうののための大学であってですねだから A ランク B ランク C ランクっていうのはほぼ無意味で A ランクと A ランク以外っていうのが現実的な就活の世界の判断の仕方だと思うよ。で、そこででそいこすね、高井さんがが。書いてるのが フ、えー、ランク大学でもさらに下の方の海大学卒の卒業資格なんて社会では何の役に立たない逆に「バカでーす」と言ってるようなもので就活の時には大学入学を隠して高校出てからフリーターやってた後、と学歴隠蔽した方がましだとかものすごいこと書いてるんだよね。で例外が3つあると1素晴らしい卒論や学術論文 部活活やサークル仲間とのの動3。大学クイズ王になれるぐらいの白色この3つのどれかが見せられれば就活には有利があると少なくとも大学に行った意味というのがアピールできるというふうなことでですね逆に受験勉強ができたというだけで東京大学に入ってもそいつが仲間もいない研究成果もないバイトや学生企業もしていないやりたいことがないというのが見えない場合は実は東大生であっても就活すごい不利なんだよね。だから どの就職先でもですね明るくて元気がよくて仲間力っていうのかなコミュニケーション能力じゃないんだけども仲間作れる能力がある人を求めてるんであってそっから外れちゃうと F ランクの大学はもちろんのこと東大であろうが早稲田だろうが慶応でだろうが就職にすごい苦労してるんだよね。でそういうふうなことをもう見ないで大卒だったらありがたく取ったという時代は終わっちゃったと。だから大卒神話っていうのはさ2つの意味で崩れてんだ。1つ目は A ランク B ランク C ランクっていう意味の学歴が崩れてしまって A ランクと A ランク以外になっちゃったっていう意味の学歴神話の崩れ方もう一つは学歴が良くてもコミュニケーション能力とかあと積極性みたいなものがアピールできないと就活が全くうまくいかないっていう学歴の崩れ方この2つがあるでこういう話をすると学歴社会って嫌だなっていうふうに思うだろうけども大量採用というものがある限り学歴は残っちゃうよね。 新卒業生を新社会人として4月に一斉に採用するというこの日本の無茶なやり方っていうのがある限り学歴っていうのはま,あまだ判断基準として強いから残ってくると思うし逆に言えば口では何とか言いながらもまあ高校の時にちょっと頑張って受験勉強して A ランクの大学も行けない程度のやつだったらよっぽど。 すごい別の能力見せてよっていうふうに就活の現場では言い出してるんでですねあのまだしばらく残るんじゃないかなと思います以上ですねなんか普通の大学の話などをしてみましたとネットニュースのねど,どっかで読んだんだけども「ギガ人」かね「なんかあのギズモード」かなんかで読んだんですけども、えー、トルコのイスタンブールでテッドがあったんだって。 TED っていうのはテクノロジーエンターテインメントデザインとかなんかそのやつでえ世界で一番面白いプレゼンテーションというに言われてるやつだよね。でトルコイス,イスタンブールであった TED で何かこう面白かった発表っていうのがどっかの科学者だか経済学者か言ったやつらしいんだけどもさ2030年に地球上から仕事の50%が消えるっていう予想だったんだすごい面白いよね。これだからかなりそう真面目に言われてることらしいんだけどもあの例えば Google が。 今開発していると言われているグーグルカーだよね自動車自動操縦というふうなものがあれば自動車産業だけじゃなくて運搬業ピザの配達から宅配便から何からかなりのものが仕事がなくなっていくゼロになるとは言わないよだから宅配便でハンコをもらいにガーッと上がっていく兄ちゃんまでがいなくなるとは言わないんだけどもでも運転の部分が無人化されてしまったらそういうところで働く人の数っていうのは おそらく激減するんだ。今例えば佐川急便にしても山田急便にしても例えばそういう運転手さんたちを極端な話それが無人運転とかができるようになったら多分1万人ぐらいになってしまうピザの配達もいきなりゼロになったりしないんだなんか人間社会っていうのは全部無人化ロボット化できるわけではないと思うんだけどもでも無人運転されるようなバイクとかピザ配達用の自動車が開発されちゃったら やっぱりそこで働く人数っってていいううののは分ぐらにななしまうでなんだかんだ言ってこのネット社会だよなつまりこれまでは、ね、あの情報社会が中途半端だったから一番安く作れるところで大量に作ってで一番効率がいいため込み場所に大量に素早く送ってそれを各消費者のもとへ最短距離で送るっていう一見効率がいいように見えるんだけども 大大量量輸送大量消費の前提だだったんだでこれにはエネルギーもかかるし実は資源もかかるし時間もかかるし無駄も多いそうでなくてもっと短い線で結んじゃっている人がいるものをちょっと借りてすぐに返すでそれをお金を取らずに繰り返すという貸し借りシステムみたいなものが全地球上で行われたらどうなるのかって多分その彼イスタンブールの会議で言われたように地球の仕事と言われるものの50%ぐらいはなくなっちゃうと思うんだよな。 で僕が考えているさっきの,そのニートなんだけどもどんなスキルを身につけたらいいという時に僕自身いつも答えてる時の考え方っていうのは本当にそれに近い2年ぐらい23年ぐらい前からかなずっと僕が考えてるのがその若者の失業率っていうのが1割とか2割っていうのは過渡期に過ぎなくてそれが5割6割を超えた時代そ,それだけじゃなくて全日本人 全アジア人全地球人の失業率仕事しない率っていうのが3割5割と上がっていった時代っていうのは果たしてそれはみんなが仕事をしたい世界だろうかというふうに思っちゃう今生涯結婚しない人率が3割か4割ぐらいに上昇してるじゃない。ということは僕らは今結婚したいというふうにかつてほど真剣に思わなくなってきてるよね。で失業率が2割3割を超えると僕らは同じように。 ストは言っても仕事しなきゃというふうに真剣に思わなくなってくるんだ10年前より僕らは確実に結婚しなきゃいけないと思わなくなってるし子供を作らなきゃいけないと思わなくなってきてるということは10年後5年後ぐらいに僕らは仕事しなきゃいけないとか稼がなきゃいけない出ないと食えないっていうふうに思ってないんじゃないのかなじゃあどうやって食うんだろうってう考えるのはまあ俺よりもっと頭がいい人たちが考えることであって僕らは考える べきなのは何かっていうとう中途半端に頭のいい人っていうのは変な言い方だけどさそういう人たちはではでも社会というのはこういう仕掛けなんだからそういうふうになるはずがないとかこうなるはずだっていうふうに言うんだけども僕らが見るべきななののは自分たちの足元だよな現に今僕らは10年前20年前に比べて結婚恋愛育児仕事に関してさほど切迫感を持たなくなってきていると。これらを やる気がなくなったから、装飾系だからという言葉ではなくて、もっと大きい変化として考えないと、なんかね、弱みにつけ込まれると思うんだ。だから結婚しなきゃダメなんだ。だから就職しなきゃダメなんだ。だから恋愛しなきゃダメなんだっていうようなコンプレックス産業に、なんかね、弱みに握られるだけの気がするから、俺、もうちょっとそこら辺は落ち着いて考えた方が、なんかいいような気がしてるよってな話を、コーヒー飲みながら、俺って真面目。今日はどうした <laughs> あの働かなくてもいい自由の理由っていうのをですすね話をしようと思います働かなくててもいいい理由っていうかですねなんで僕たちは就職なんかしなきゃいけないところに来てるんだろうっていう話をしたいんですね。であの僕はですねあの別に何だろうな就職なんか否定しろとかですねニートのままいろという主張を持ってるというよりはどちらかというと現実の無理というところから話したいと思ってるんですね。で何かっていうとうですね例えば あれ僕はやっぱり無茶だなと思うんですね。というのは30代の障害未婚率つまりもうずっと結婚しない率っていうのがです、ね、35%を超えつつあって40%に近づきつつあるんですね。ということはこういう時代つまりみんなそんな結婚したくないわけじゃないと思うんですねでも男女が30代で3割から4割の人が結婚しない時代になったらみんな結婚しないと駄目だとか結婚しない人は負けだとか。 いうふうなな社会は不幸を呼んんででしまうんですねなんか何でしょうね結婚しないっていうのも全然ありじゃないのっていう社会にしないと社会自体が歪んでしまうみんなが普通に頑張って8割とか9割が目的を達成できるような社会っていうのがそのデザインとしてあるべき姿で3割から4割の人がですねそこから落ちちゃうのはもうこのシステムっていうか考え方自体が異常なんでですねでそれで考えるとですね。 今俺あの大学でですね教えてるんですけども持ってる学生たちがですねちゃんと就職できるのかまあ,あのも,も,もちろん僕が教えてるのは大阪芸術大学っていうですねなんだろう普通の大学というよりはアート寄りのところっていうのもあるんですけども普通の大学ですらあの就職率っていうのはですねどんどん5割に近くなってきてるんですね。ということはこのシステムなんか大学を卒業して就職するというシステムが無理に来てるんではないのかなというあたりから。 そそここかからら僕の疑問始ままっっったんですすけどそっからこううててやっていいと思います大学は5割す低すぎねこれでもねみんなね行きたくないところになんとか行ったりですね何 <laughs> だろうなやりたい仕事っていうのを最初考えてるんだけどももうどうにもならないとかそういうので5割だと思いますねだってバカだもん大学生そうかなだってバカだもん大学生っていうんだったらうんじゃあバカな人が5割もいる教育システムということになるつまり そのシステム全体の危うさっていうのをやってるときに、個別にその人たちが。なんかだめなんじゃないのかとか、今の若いもんだめなんじゃないのかっていう考えだと、俺は一切無駄だと思うんですけどもね。就職しなくても十いいの理由。もうランキング形式ですね。十位からバンバン行ってみようと思うんですけども。十位。無理。<laughs> え就職は無理です。<laughs> なんで,で無理かというとですね。なんかこう。昔はですね。新人ができる仕事っつうのがあったわけですよ。新入社員。これ野党側の理由ね。あの新入社員取ったときに。 簡単な仕事っていうのがあってそれを何年かやってもらって大体普通の会社って3年ぐらいで新人使えるようになるんだで「<laughs> 無理」って <laughs> みんなやっぱりこう「おい」とかこう <laughs> そこのところでこう引っかかってくるよね分,分かる分かるそうあのね今、えー、30代ぐらいで新人教育やらされてる人とかあと新入社員担当の人と分かるでしょえっ、ー、とねもともと会社っていうのは簡単な仕事もいっぱいあったり失敗しても大丈夫な何て言うのかな緩みみたいなものがいっぱいあったんだ 窓際族という言葉もあったしなんだろうな日陰の部署という言葉もあったんだでも度重なるリストラクチャリングとか会社の合理化の結果僕らが知っている企業というのには無駄がほとんどなくなっちゃったんだよなまあもちろん無駄の塊みたいな会社もあるんだけれどもそういうのはもう本当に最後まで残っている人たちがいるだけで普通の会社というのは無駄がほとんどなくなったで誰でもできる仕事というより普通新人に回してゆっくりこれで育っていこうというような仕事は全部外部に出したり だろう派遣の人に頼んだりもしくは国外に出したりとかどんどんしているそうなると残った仕事ってどんな仕事になっちゃうのかというと難しい仕事だったりしがらみが多かったりこれ説明しにくいないうちの会社のやり方を何年も知ってるけどなっていうやつしかそ,そういう仕事しか残なくなっちゃったなので「新人雇うなんて無理です」っていう現場の声からそんなに教えてる暇がありませんもう一つもともとじゃあんで日本は新人なんか雇ってたのか 新卒でね山ほどねあの社員あの学生雇う国ってそんな多くないんだよねアメリカなんか全然違うからさでなんで雇ったのかってたのかっていうと会社の仕事がね安定してあったんだよねつまり今年儲かった会社は来年も儲かる再来年も儲かるっていうふうに考えたこれを安定的成長とかですね右肩上がりの経済成長ってうんだけども日本はこれが長かったもんだから毎年毎年人を雇うのが当たり前だと思ってるんだよねでも今の仕事ってさ なんかこう今年偶然あるんんだけど来年分かんないじゃんあのソフトバンクなんかそうだよね俺あのドワンゴとソフトバンクの関係知らないからバンバン言うんだけどソフトバンクからなんか iPhone が出ないかもしれないって言われただけでもうソフトバンクヘロヘロになっててなんかこう流れてる CM も何かちょっと気の毒な感じになってるじゃん <laughs> あれを見ては分かりの通りどんな大企業も明日をも知れないとなると来年のこととか5年後のこととか考えてさ新入社員ガっポがっぽ雇えないんだよというわけで 新入入社員ををれる数を極端に減らして即戦力のやつだけ入れたいいうことになってるこういうことをいろんな会社が考えた結果それまで枠として入れてた何だろうな定員っていうのかな大体いい大企業はこれぐらい入れあの毎年欲しいですよっていうのが仮に50万人だとするじゃん大学から出てくる人が45万人ぐらいだったらこれだったらなんかみんな望まれて入るんだけども今。 企業がしぶしぶこれぐらいだったら入れてもいいですよっていうのがもう20万人ぐらいになっててで、まあ、相変わらず大学から出てくる人は50万人ぐらいあるからさもうこれ就職っていうのが無理なんだよななので就職しなくてもいい10の理由の,、まあ、あの10番目はあのそもそも就職っつうのがもう無理なシステムいわゆるえ君らの言葉で言うと何ですか就職はオワコンですか えー、なのでそんなことは考えない方がいいと俺は思います次にですね就職が無理な理由のですねまあ2つ目不安定就職は不安定なんでかっていうとたった一つの仕事に就くっていうのは不安定だよねあのこれね先週あの内田達郎さんって偉い先生いるじゃんあの人と対談しに神戸に行っててその時に出た話なんだけどもグ、えーグルが「みんなのビジネスオンライン」ってサービス始めたんだよね それはグーグルがタダでいろんな会社とか個人経営者のためにホームページ作ってあげましょうってサービスなんだでもマウスクリックパンパンパンってするだけで15分ぐらいで自分のサイトビジネス用のサイトができちゃうんだよそんなサービスを始めちゃったとそうなるとそんな商売を今までしていた日本に100社から数千社ぐらいあったちっちゃい IT 系のベンチャー企業がまあ多分あと半年ぐらいで軒並み潰れるんだよねだってただになっちゃうんだもんねとということは今 みんんななが思思っってているる安定した仕事だと思ってるのも来年わかんないそこに Google がいきなりタダというビジネスモデルなんか持ち込んだらどうなるかわかんない俺なんか危ないと思ってるの法律関係とかさ医療関係とかさそういうし専門の知識職だよねそういう知識みたいなものはデータベース公開されたらもう最後だよだってねあの昔なんだろうな会社設立するのに本当にね10万も20万もかかったんだよでも俺 この間株式会社クラウドシティっていうのを自分で作ったんだけどもその時もやっぱりマウスクリックしたら何だろうな数万円で済んじゃうんだよなもうあの収入因子の実費しかかかんないんだということはそういうことでやっていたこれまで真面目に働いてた司法書士とか行政書士の人たちいるじゃんそういうのが数万人ああいう無料のサービスがあるおかげで失業してる僕らの社会っていうのは IT 社会情報化社会っていうのは 僕たちユーザーがほんのちょっと便利になってなんかこう安くなるたびに数万人数十万人クラスの失業を生んでるっていう恐ろしい世界でもあるんだよなのでなんかねどれか一つの仕事に就くっていうのは俺は危険だと思ってるんだなんかなんか一つの仕事に就て就職するってなのはみんな安定してるように思うんだけどもその仕事自体がなくなったらどうするのかその仕事というジャンルだよなそのなんだろうな 司法書士っていうジャンル自体がなくなっちゃったらどうすんのかとかさ教師っていうジャンル自体がなくなっちゃったらどうするのかとか、みんななかなか,かんあんまりそれこまで考えないんだけども今はそういう時代に来てるジャンル自体がなくなるって大げさに聞こえるかわかんないけどもその中で超有名なやつとか超エリートだけが生き残って残り全部が死滅するっていうのがこのグーグルたちが始めている、えー、いろんなものを無料化する世界の本質だと思うというわけで単色一つの色につくのは俺はなんかこう もう、ね、リスクが高すぎて進められないあのよく言われる、えー、経,経済ポートフォリオって考え方だよねあのお金持ってたらそれは現金で持ってたり株で持ってたり債券で持ってたりとかいろんな形で不動産で持ったりいろいろしましょうっていうのと同じで仕事も多職の時代複数の仕事っていうふうなものを持ってないととてもとても危なくて生きていけないと思うんだよなだから一般人がどうして兼業しようとまあまあそういう話もゆっくりになるから待ちたまえよ 分けるほど持ってなないぜ <laughs> それは単色なんだよねだからよかったじゃんあの俺今言ってるのはさ君たちの今の仕事がやばいよって話じゃないんだ俺たちの仕事は全部やばいんだよ全部やばいからそろそろ考えた方がいいよでこれ聞いてるみんなは多分他の世間の人たちより1年ぐらいだけどねたった1年ぐらいなんだけども先に考えるからまあちょっと得なんじゃないかなと思うんだこういう何だろう他の人たちに比べて1年とか半年前に気がついて家事を 切るる用意ができていることを、うちの,あの新入社員の末っ子のみゆきっていう19歳のさ女子大生がいて今日もちょっと手伝いに来てくれてるんだけど彼女が未来格差っていうふうに呼んだんだ未来を先に知ることは格差を生むっていう考え方なんだなだからこれから単色から多色になるっていう時代これを知ってるか知らないか覚悟してるか知ってないかで未来格差っていうのは生まれちゃうから気を付けた方がいいよ あの別に俺ビジネス系のんだろう伝道師でも何でもないからこうやって儲けましょうみたいな話するんじゃないんだけどもそういうこと知らないっていうのは危険だと思うんだよなでは、えー、3つ目のですね理由就職するのは損 <laughs> 就職するとね損なんだ、えー、お金的にも損だと思うでんでかっていうと就職っつうのはさ働いてお金もらってそれで物を買うというループに入るってことなんだよなでねそれね効率悪いと思うんだよな 働いて、ね、お金をもらってそれで物を買うっていうのはね俺は何だろうな遠回りしてると思う物を手に入れるため僕らは何か物が欲しいだけで実は金ななな。んんか欲しくないんだよなどんなものでも簡単に交換できる手段としてお金っていうのはこの数千年ものすごく便利だからてっきりお金を欲しいと思ってるもしくは 今欲しいと思いつかなくてもなんか欲しいと思った瞬間に手に入れる権利その権利書が欲しいだけな、えー、iPod ってあるよね iPod 新品で買うと2万円ぐらいなんだけど iPod を手に入れる6つの方法っていうのをさ自分で書いてみたんだけどさ、まあ、iPod を手に入れる6つの方法1つ目新品を低価で買う2つ目ネットで安く買う3つ目中古をネットで買うちょっとずつ違うよね4つ目何かと交換するこれでも手に入るよねで5つ目誰かからもらう あで6つ目誰かから借りる実は iPod を手に入れるだけでもこの6つの選択肢があるんだけども僕らは新品を低価で買うっていうのを最初に発想してそれよりお得な手段として例えばネットで新品を安く買うっていうのを考える。と同時に別に中古でもいいやと思う人は中古をネットで買うっていうところまで考える。でも実はこの新品を低価で買うから一番下の誰かから借りるところまでの選択肢が6つあると分かってたら なんだろうなこの上よりも下の方が便利だってのが分かるんだよななんでかというと下の方の誰かが借りるとか誰かからもらうっていうのは多分もう既に曲が入ってたりするんだよなでおまけに使い方を教えてもらったりするし iPod って分かんないだろうけども一番最初分かんないけどこうすればいいよっていう風に教えてもらったりするでおまけに誰かから借りるときとかもらうときっていうのはその人と仲良くなったりするチャンスもあるでも金を払って買うだけだとそういう風なものが一切ないんだで 働いてさ、ってさっっき言った2万円ぐらいするじゃん2万円分働いてで、えー、iPod を買いに行く手間もあるよなで新品買って開封して中からこう箱から取り出したらいっぱいゴミも出るよなでそれで自分であの遊び方学んで遊ぶっていうのを全部やることのこの全ての手間とコストを考えてそれよりは iPod ってさ年から年中新作とかさ似たような機種とか別に iPod じゃなくてもソニーとかいろんなところから出てるわけじゃん。 友達に行ったらね誰か1人ぐらい余ってるような気がするんだよな <laughs> 2万円稼いで,でそれで買いに行って何かするよりは誰か余ってる人から貸してとかそれちょうだいって言った方が早いんじゃないかなと思うでそれでも,もし何かこうもらってばっかりで気になるんだったらその人じゃない人に何かあげたり貸したりするとこの世の中っつうのは何となく回っていくもんだと思うんだよなそういうなんだろうお金を媒介しないお金っていう回り道を通らない なんだろう物が流れる社会っていうのを考えた方が俺はいいと思うんだでなんかねあの好きなことをするためにお金必要という人いるんだけどさそれも俺嘘だと思うんだよなあの好きなことをするためにお金を稼ぐっていうことは月曜から金曜まで好きじゃないことをするわけだろうで土日に好きなことをするわけだろうその土日に好きなことってもう外せないじゃん。月曜から なんかこう金曜まで嫌なことをした結果土日好きなことしたらその嫌なことをしてまで貯めた金と時間で土日の時間と何か体験を買ってるわけだから失敗は許されなくなな。くっっちゃったんだな、うん、マリオのゲームオーバーみたいなものでああ終わっちゃったーっていう感じに近いと思うんですよね。